リブラね。ブラちゃん、ブラブラ。デイジーの本気で生きる人のための嫉妬激励タロット、やっちゃうよ。2024年の上半期の天秤座、イエーイ。 あ、なんかちょっと、リンタロウと人間雪だるまみたいになっちゃうで、ちょっとこっち来ようか。リンタロウもデイジー T シャツ着てご機嫌です。ね。ちょっとね、今、おやつタイムってことなんで、ちょっとおやつ食べながらやってもいい？天秤座もなんかリラックスした状態で私のね、動画、ながら見してね。キットカット、これファンの方からいただいたんですけど、キットカットの、見てー、これサンタクロースバージョンってやつ？ね。ノエル、ノエル、いいよね。ちゃんと、キットカットで、パフが入ってるけど、サンタさんの形なの。素敵ね。なんか、パフも入ってるけど、いつもにチョコが多めで美味しい。拍手、拍手。さっきさ、洗濯物干してたらさ、首が、肩がピキって言ってさ、めっちゃ凝ってんのかな。あとこう寒いからやっぱりこう、伸び縮みしにくいからね、ちょっとストレッチしてやってこうね、みんなね。痛痛痛。あーやだ、本当にやだもう。肩これひどいから。いきまーす。せーの。天秤座2024年どんな感じ？ちょっとコメントちょうだいよ。コメント少なくて寂しいわ、デイジー。みんなの。何でもいいから。ちょうだいね。さて。お水飲んで。私ね、ローズマリー浸しながらお水飲んでるんだよ。あ、デイジーと目が合ったね。いや。早くタロット見なきゃね。まず、2024年の、テーマは、2024年の上半期、テーマを1枚、このエンジェル&アンセスターズオラクルカードから引いていこうと思います。ね、剣士や先代の魂から、いにしえの魂から、こうお告げをくれるカードなんで、すごく好きなんだ、私、このね。さあ、千秋。口紅ついちゃった。千秋、何番？ 16？ 上から 16？ 上から16です。きます。落ちた。遊びに行ってくる？千秋。もうちょっといる？でもうちょっとみんなの挨拶しとく？ねえねえねえ、最後だもんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これですね、これ。さあ、では、メインテーマを出していきます。なんだろうね。はい。これは天使ですね。何の天使かっていうと、プロテクションガーディアンです。保護の天使来ました。この手に目がね、合図が、ハンドに合図があります。クジャクの冠も素敵ね。あ、ちなみに、辰年のお着物も緑にしました。なんとなく。 ちょっと今日テーマが緑かしらね。さあ、じゃあお告げ読んでいきましょう。プロテクトガーディアン、プロテクションガーディアン、盾を下ろすね。恥ずかしいと思う気持ち、抵抗、そして恐れ、喜びや楽しさを感じることの妨げとなる盾を下ろしましょう。本当の自分、持って生まれた才能を隠す必要はありません。あなたは輝くために生まれてきているのです。まあ、このカードが出るということはですね、天秤座さん、ちょっと自分の才能とかを、出すのが、ちょっとおこがましいとか、なんか差し出がましいとか、なんかその、ちょっとこう、自分の、まあ本当の自分を出すっていうところにも、
少しちょっと抵抗を感じている人が多いんじゃないかなと思うんで、そこら辺も見ていこうと思います。じゃあ、タロットで6ヶ月ね、1から6見ていくんだけど、まあ、そこら辺も、あなたのそのね、鎧を解きなさい、放ちなさいって。でも私ね、天秤座の場合はね、自分らしさだと思う。天秤座の盾何かって言ったら、自分らしさっていうものの足かせがあるんじゃないかな。違う？なんか自分はこうでなきゃいけないとか、自分色みたいな、自分らしさとか、なんか人はそれぞれ色が違うとか、その色っていうものをなんかかせてない。なんかそこら辺ちょっと引っかかってくるな、なんか。うん。天秤座さんのテーマは自分らしさからの解放ですね。自分の盾を下ろそう。本当の自分を出すために自分らしさはいらないというところで多分出てくると思うんで、待っててね。大丈夫？行けよ。あ、こっから一枚ずつですか？いやもうなんかあれだね。あ、すごいな。すごいな。一応なんとなくね、1から6全部見てみたの、流れがあるから。これすごいね。あのね、獅子座さんのさっき占いを見たんだけど、その獅子座さんの占いとすごくね、リンクしてる、天秤座が。まず1月こちらです。力、ストレングス。いきなり忍耐です。1月。うん、だ自分の盾を下ろすってところで、まず、こう天秤座さんにとって忍耐って何かって言ったら愛なんだよね。ウラちゃんたちって愛あふれる人なのよ。その誰に対しても平等でなくちゃいけないとか、みんなに均一に愛を伝えていきたいって気持ちがすごくあるから、それが多分そのこの忍耐ってところにすごくつながってくると思うんだけど、天秤座さんってすごく平和主義だったりとか、あと自分のこう自分をこうビジネス化、ビジネス展開するの苦手なところがあると思うんだけど、なんか自分を仕事に置き換えて自分に価値をお金でもたらすとか、そういうのがちょっと苦手な傾向にあるかなと思うんだけど、私も月星座天秤座なので、で太陽星座は双子座だから、本当風同盟で本当に親戚家族って感じなんだけど、天秤座のみんな、うん、私もそういうとこがあって、結構自分を評価するのが、しかもそれがなんかそのお金、自分の評価を、対価をお金、あと自分の長所で稼ぐっていうのが結構苦手な人たちが多いと思うのね。でそこの忍耐なんですよ。つまりどういうことかっていうと、これ逆ね、天秤座はもともとね、押し付けがましいことしないし、あんまり自分を主張しないからこそ、忍耐ってなったら、天秤座にとっての忍耐は自分を出すことなわけ。これすごくちょっと難しいこと一発目から言ってるか分かるかな。他の星座さんは自分をね出していくのに、忍耐したらそれを我慢して抑えるみたいな、蛇口のね、蛇口がドーって水が出てるのをひねってちょっと我慢して出さないようにするとか、漏らさないようにするとか、そっちが忍耐だけど、天秤座さんにとっての忍耐は逆だから、出す方だから、自分を主張するというか、自分を表現していく。特に、自分をちゃんとお金として評価していくってところが、ちょっと足りてないんじゃないかなっていう気がしてきてるね。プロテクションガーディアン。ね。かっこつけないで。なんか、天秤座ってなんか、私そんなにこう、夢があるからお金稼がなくてもいいわとかさ、なんかそういう感じの人多いと思うんだけど、違うよねって。本当はお金欲しいでしょ。本当は評価されたいでしょ。本当は自分のビジネス成功させたいでしょ？ね？なんかそんな気がする。すごくなんかお金のね、なんか仕事とかお金関係にかな？天秤座さん。ちょっとなんかそっちがすごく来るね。なんか、うん。そう。
なんでちょっと自分の盾を、そうだから、なんかその、いやみんなと平和に過ごしたいから、あの子の意見も大事、親の意見も大事だし、でも自分の時間もあるし、ってそうやってるのが本来の私たち天秤座なんだけど、なんかその時間がちょっともうね、その、過去の昭和から平成にかけて良しとされていた自分らしさだよ。それもいらなくない？もう新しい時代来てるよって、もう始まっちゃったの、とっくに。自分らしさっていう鎧を脱ごうよ、みたいな。なんかそういう感じがする。だから天秤座にとってのこの忍耐っていうのは、頑張って自分らしさ脱いでこうってことだと思うよ。うん、そっちの忍耐だね。やらなきゃ、みたいな。うん。でね、次もね、次がなんと2月！大アルカナ1月。2月も大アルカナで、なんとジャスティス正義です。天秤座のカードだよね、正義って。天秤持ってるから。ね。うん。自分の主張をちゃんとした上で相手の分を取る。要は自分の主張を 50% してからちゃんと相手のことを組む 50% みたいな、うん、が大事。なんか争いたくないとかさ、喧嘩したくないとかすごくわかる。私もそうなの。だけどやっぱりそこはもうこれから自分のね、人生を2024年生きていくためにはどんどん時代も変わっていくから自分も順応していかなきゃいけないからってなったら、ちょっとわがままだったりとか、その、ちょっとサスケがましい、音癖がましいんだけど、サスケがましいとか、差し出がましいような自分を出していかなきゃいけない。で、100出したら100受け取るみたいな。今までは多分、相手をちょっとさ、受け取ってから出すみたいな、後出しじゃんけんが、天秤座さん割と多いかなと思うんだけど、先にじゃんけんポンと出してから相手も出して、それを受け取れるみたいな感じ、バランスを取る。うん。自分を先行投資してから相手のものを受け取るみたいな、なんかバランスが2月だね。1月にちゃんと自分を出すっていう訓練をする忍耐。そう、訓練ですね、1月は。ちゃんと訓練して、うん、行くこと。戦っていったりとか、仕事を軌道に乗せたりとか、勝負、うん、戦う勝負一緒だな。まあでもなんかちょっと出してやっていくみたいな。扉を開けていくみたいな、なんかそういうのが1月。で、2月は自分を主張した分だけ相手もちゃんと受け止めてバランスを取っていくと。で、3月。3月なんとこれです、チャリオットイエーイドーンみたいな。でね、このね、チャリオット3月に出てんだけど、これ獅子座も一緒だったの、さっき。だから獅子座天秤座、そうね、あ、間違えた、さっき獅子座って言ってたね、乙女座です。ごめん、間違えた。乙女座とすごくリンクしてる。ごめん、獅子座じゃない。さっき乙女座見て、乙女座とすごくリンクしてるから、乙女座とここ一緒です。3月戦車、もしかしたら3月乙女座さんと何か一緒にこう活動していくことがあるかもしれないし、うん、まあ戦車自体が蟹座さんを指すので、蟹座さんと乙女座さんと何かこう仲良くなったりとか一緒に動き出すって人もいるかな。3月ね、戦車なんで、まあ、とにかくもう動き出す感じです。もう年度末、もう捨てるものは捨て、なんだったらこう動く感じだから、自分からもう旅立つっていうか、もうやり出すって感じだね。起業するんだったら新年度の4月からじゃなくて3月からやった方がいいね。なんかちょっと始めるんだったら、うん、システムをちゃんとローンチするんだったら、なんか、うん、何か商品販売するとか、何か学校入学するとか、もう3月からもう動き出した方がいいです。で、天秤座さんの性格がすごく出てるなと思うんだけど、3月動き出してから4月がソードのキング、動き出してから決断する。いいね、これ天秤座らしくない？あ、もうなんかやってみて意見が出るみたいな。なんかさ、よくさ、バイトとかさ、仕事始まってもさ、面接受けて、じゃあ明日から来てください、何か質問ありますかって言われてさ、いやちょっとみたいな、ない？私もそうなんだけど、やってみないと分かりませんみたいな、やって随時やっていく上で、働く上で随時質問させていただきますみたいな、そういう感じでしょ。だ、そこは天秤座さんっぽい、天秤座さん、うん、ブラちゃんっぽいなと思うから、3月動き出していろいろ意見が生まれたら、4月ちゃんとそれを決断に持っていく。うん、ああこういう感じね、ああ2024年春こんな感じね、じゃあ私こうさせていただきますみたいな決断が4月にまとまるよ。だから3月早めにスタート出し切って、4月に自分の意思が固まるみたいな感じかな。ああちょっと疲れちゃった。ねえ、お菓子食べていい？
メリークリスマス。かわいいでしょ。これもちょっとファンの方からねもらっちゃったんだけど。いやー、アイシングクッキーかわいいね。カルディだってかわいいね。クリスマスのこれリースだね。こういうの作れる人本当に尊敬するわ。私工作するのはすごい得意だしさ、それなりに上手にできるんだけどさ、材料を準備したりとかさ、なんか練ったりこねたりとか焼くのとかさ、片付けができねえんだよ。いただきます。うんうんうん、このアイシングのさ、砂糖の塊美味しいよね。あのさ、駄菓子でさ、動物幼稚って知ってる？なんか動物の形かたどったビスケットにアイシングでパステルカラーの砂糖がコーティングしたの。あれ子供の時から大好きでさ、今売ってんのかな。たまに食べたくなるんだけどね。うん、ドンキホーテとか行ったら売ってたんだよね、この間駄菓子のコーナーで。うん、なんか動物幼稚大好き、こういうアイシングクッキーのこういうの大好き。よし、4月まで行ってから5、6とあとね、ラストスパート切っていくよ。ちょっと待って。ローズマリーが口に入っちゃった。5月行きまーす。天秤座の2024年。はい、こちらです。9のペンタクルです。9のペンタクルってキャリアウーマンの象徴なので、あの自分でやってきた功績、大成功してるよっていう。とってもいいカードでね、5月には自分がやってきたこととかにちゃんと評価もついてきて自信持てるようになってるから、うん、ちょっとね、天秤座さんの上半期は遅咲きだね。5月から結構軌道に乗り出す感じがすごくするから、なんかそれまでは結構まあ忍耐から始まる、まあ、忍耐ってさっきも言ったけど我慢することじゃなくて、天秤座ブラちゃんの場合は自分を出すこと、ちゃんと丁寧にしっかりと自分を主張していくことが1月で、2月主張した分だけ相手を受け止めるってバランスを取る。で3月その上で行動に起こす、アクションする、何か決断やっていく、実際やり出すが3月で、4月に決断する、やった後で決断する、あこういうもんか、失敗も含めて、あ思った以上になんか商品売れてるなとか、あ思った以上に予約入んないなとか、なんかそういうのも含めて4、4月に決断する。じゃあそうしようこうしようと、自分の思ってることと現実がこういうギャップがあるならそこを踏まえた上でこうしようが4月で、5月にちょっと軌道を乗り出して、あーまあこんな感じかな、うーんってちょっと自信になってきます。やってよかったなとも思えてるし大丈夫です。そして6月、ここさまた乙女座と一緒なんだけど、なんと6のペンタクルです。だから人によっては乙女座さんと3月何かやり始めて6月にこううまく循環するよって人もいるかもしれないんだけど、まああとはそういうの関係なく、6のペンタクル、いいよね、いい波動じゃん、宇宙と波動が合いますよ、6と6だから。こうこれギブアンドテイク、そうギブアンドテイクはちゃんとするよってカードなので、2月に例えばそのバランスを取る上で誰かと揉めたりとか、何かこう自分と違う意見を言われたりとかしたときに、6月にその人とまとまるとか、お客様とねちょっと何かトラブルが意見の相違があったとしても6月にまとまってくる感じがすごい、しかも循環ちゃんとしだすから、2月に起こったトラブルとかちょっとしたこうあの波長の違いとかも6月のために起こっているので、なんかそこは心配せず、2月ちょっといろいろしんどいことあっても、あ6月にこうまとまって循環しだすなって感じが見えてくるんで、2月と6月もつながってる感じがすごくします。うん、はい、でこれが天秤座の2024年上半期でした。ちょっとなんかせっかくだから、あーここ読んであげようかな。勇気になると思うんでアドバイスプラスで言います。プロテクションガーディアン、盾を下ろすとこなんだけど、過去の恥ずかしい思いや体験があるかもしれません。でも今はもう違います。今天使たちがあなたのそばに来て、あなたを不安にさせる思いや感情、そして悪しきパターンといった制約を超えて
前に進むよう促しています。ここのことを言ってるよね。善悪を踏まえた上で進むよ。3月だね、うん、3月ちょっとそういう自分の中のこう黒い部分が出てくるかもしれないけど、それを踏まえた上であなたはもう今白くなれるよっていう、それと共にあるんだよ、黒と白ともにあるんだよっていうところね。あなたは天使に守られながら恐れを感じずに前に進んでいけるのです。安全を感じ守られていることを確認できるよう、自ら周波数を変えるにはガイドの助けを求めてください。あなたは自分で思うより強い存在です。天使と祖先の人々がそばにいて、あなたが事実に気づけるよう助けてくれています。そうそうだね、天秤座さんね、一人であんまりやりすぎないで結構器用な人多いから自分一人で割とやっちゃう人いると思うんだけど、いろんな人の力を借りて、キャリアを積んでください。この9のペンタクルも自分の功績と相手からのサポートっていうのがすごく意味があるからね。だからギブアンドテイクは回るんだよ。今自分の仕事が分かった。今天秤座の皆さん、これから2024年春に向けて自分の仕事とか自分の何かこうやっていることが軌道に乗らなかった場合は独りよがりになっていることが多いかもしれない。もうちょっと周りの意見とか聞いたり、自分と対極の、なんだったらこう分かんないけど、インスタグラムとか SNS 見てたりとかニュース見てて、あ、私ああいう側の人間嫌だなってあるじゃん。でも実はそういう人たちの力が必要なんだよ。私もそうだけど、デイジー芸人として面白くないとか、デイジーみたいなキャラ好きじゃないって人いるよ。でもそういう人たちの実は力を借りることで実は売れていくんです、芸人も。だから自分を認めてくれなかったり、自分がちょっと嫌だなあの人と思うような人の力が実はすごくキーなんですよ。縦を下ろすってそういうことだね。ちょっと今こっちしまっちゃったかな。縦を下ろすってそういうことだわ。受け入れられない相手を受け入れるための縦を下ろすね。そうだから、そういうなんか変に固くなっちゃうと自分らしさみたいな価値観とかもう本当いらなくなってくるから、そこが天秤座さんのキーを握ると思います。2024年の上半期でした。あー見てくれてありがとうというわけで、ね、ギブアンドテイクの6のペンタクルも出ていたので、ぜひよかったらデイジーのね、お笑い活動も実際お金を払って応援してみてください。そしたら回りですよこの動画も課金ができます。あと、概要欄に、デイジーお笑いライブ、貼ってますんで、ぜひ見に来てくれたら嬉しいなと思います。じゃあ天秤座のみんな、ぜひ自分らしさ忘れずやっちゃってね。イエーイ、デイジーもやっちゃうよ。じゃあね、ありがとう、本当にいつも応援感謝してます。ありがとうね、バイバイ。